どうも、しょうやです。前回の動画でね、ご紹介いたしましたネザーゲートオンオフできる機構をね、解説するとともに作り方をご紹介しようかなと思います。今見ていただいている通りね、ゾンビピックマンが地上に、進出してきて、もしネザーゲートが自分の自宅にあるならば、いつの間にかゾンビピックマンが住人の一人になっているという現象がねたまに見受けられますけれども、そちらの方ね、使わないときはオフにして、使うときにオンにするということでね、ちょっと便利にしてみようじゃないかと思って作ってまいりました。ってことでですね、私がサバイバルに作ったものと、同型のものがこちらに、置いてあります。で、今回はね、それとともに、あちらの方にね、裸のネザーゲートのところにボタンをつけたもの、こちらの方は、ネザーゲートの前にね1マス分だけブロックを出してちょっと隠しております。ちょっと紫色がどぎついので、そのねちょっと柔らかな紫色でちょっと隠そうじゃないかということでねなんかあがいてますけれども、まあこちらの作り方もご紹介するともに、シンプルな方もねちょっと回路が小さくできますので、そちらの方もご紹介しておきたいと思います。解説する前に、プレイステーション3とね Xbox で遊んでる方ね、マインクラフトで遊んでる方いらっしゃいましたら、こちらの方で残念ながらディスペンサーが、水は出せてもね、このなんだっけ、内がね、忘れちゃった、チャッカマン チャッカマンね、出してもイグニッションしてくれないんですよね。その着火してくれないので、ただアイテムがピョンって出てくるだけだと私は記憶しておりますので、次のアップデートまでお待ちください。予習程度に見てってくださいねという感じになります。まあ回路の解説なんですけれども、動画の中で軽くご紹介した通りになってますが、一応ですね、水を出す機構は、モノステーブルサーキットっていうねパルスショートナーと、それから、回路なんていうのかな、遅延させたラインが、ディスペンサーにつながっていて、2回のオンの信号を出せますよという形になってます。で、こちらの方のね、イグニッションのシステムはただ上につなげただけになります。今回はねこちらの方サバイバルで作った方は1マス出しているので、ちょっとねここで混戦してしまうためちょっと横に出しました。はい。もうちょっとね小さくこちらの方裸のネザーゲートを使えば、こんな風にね右側の回路をシンプルにして、左側のね水をオンにする機構もちょっと後ろに伸ばすだけで、ちょっと、シンプルにできると思います。はい。ボタンの位置をね調整すればもうちょっと小さくできると思いますが、私ちょっとこの一番下が好きだったので今回はそうしました。ってことで、こちらの方がね、モノステーブルサーキットと遅延させる回路を、切り出したものになります。モノステーブルサーキットっていうのは、私がよく使うものですが、パルスショートナーというね信号を短く切り出す回路がこちらの黄緑色になってます。ボタンを押すとリピーターがそれを拾って次のブロックに伝えます。ブロックを通過して次のリピーターにつながるんですが、この下にスティッキーピストンが置いてあるので、つながったと同時に、このブロックが上に上がることによって、オンからオフの状態に戻るという形ですね。なのでつまりオンの信号を短く切り出すことができますよということになってます。ここのブロックまで来たらですね、隣にディスペンサーが置いてあるんで1回、オンがね、ディスペンサーに伝わります。その直後に次にねリピーターが置いてあるので、そこのブロックまで来た信号を拾って次のブロックに伝えます。でこちらのねリピーターは遅延させられている、リピーターを置いただけでね、1遅延になると思います。日本語ではどういうふうに言うのか分かんないですけども、英語だと1ワンクリック、ワンティックとかね、2ティックというふうに表現しますが、多分1遅延、2遅延でいいのかな、ちょっと言いづらいですけど。で、次のブロックに伝えたものをレッドストーンパウダーが拾って、さらに次のブロックに伝えて、それがディスペンサーまで伝わるということでね、2回オンの信号がディスペンサーに来るため、オン、オフと。オン、オフ、オンということになるということですね。はい。ちょっと日本語の先生にできない。さて、実際作っていきたいと思います。まずは私がサバイバルの方で、作った、装飾がしてあるバージョンの方から、ご説明していきたいと思います。
左側のボタンが、水の出るね、ディスペンサーに対応していて、右側が、イグニッションの方の、方に対応しております。それはね、裸のネザーゲートの方でも全く同じなので、ボタンの位置が気に食わないよっていう人はちょっと自分なりに変えてみてください。今回は下の方にボタンがある形で、ご紹介していきます。まずやっていただくことは、ボタンがある方の、水の方のディスペンサーの方からね、先にやっていきたいと思います。ボタンがついてる真後ろのブロックに、ここ黒曜石削っといてください。はい、黒曜石があった場所にトーチを、刺していただいて、このトーチは真上の、黒曜石にパワーをつなげます。その横にトーチを、でこれで、信号がコンバートされました。その上にブロックを置いていただくんですけども、私黄緑色を使ってたのね。で、オフになったトーチの上にブロックを置いてあげてください。そうすると、ボタンを押すとこのブロックまでパワーがつながるようになります。そしたらですね、今度は回路をこっち側に伸ばします。モノステーブルサーキットを作っていくんですけれども、まずはリピーターを置いていただいていいですか。でそしたらですね、この階段状に下ろしていただいて、置きやすいように置いてるだけです。ピストンがね、こんな感じで、で削っちゃって結構です。で、ピストンの上に、スティッキーピストンの上にブロックを置いてください。これはね、スライムがもし見つからないよという方がいらっしゃいましたら、通常のピストンの上に砂を置いていただいても全く同じ機能を果たしますので、今回はスティッキーピストン、粘着ピストンを使ってご説明いたします。そしたらですね、今度は回路をこっち側に伸ばします。ピストンの横にブロック置いていただいて、もう一個置いてあげてください。このブロックまでパワーがつながってますので、そこから一個リピーターを置いて切り出します。ディスペンサーの横のブロックの上にパウダーを置いていただいて、これでね、短いオンの信号がディスペンサーまでつながりました。今ボタンを押すと水がドバッて 出るだけですね。今度は遅延させて、その出た水を引っ込めるという回路をつけていきます。ブロックの色を変えていきたいと思います。ここまで来た、回路をね、リピーターで遅延させます。ここはね、2ピック、これは英語で2ピックっていう、ね、ピックっていう風に表現するんですけど、日本語だと1遅延2遅延でいいのかな、すごい言いづらいんですけど2遅延になります。わかり、いいですか。リピーターを置いていただくだけで1遅延になりますので、1回クリックしていただくというふうなご理解でお願いします。リピーターの隣に1個上げて、ね、こんな感じブロックを置いていただいて、今度は、ネザーゲート側に階段状に下ろしていただいて、ブロックを1個で、この上にパウダーを置いていただいて、最後にディスペンサーの真横にブロックを置いてあげてください。そうするとね、これで遅延された回路がディスペンサーまで届いて、2回のオンの信号が出るようになったはずです。ボタンを押して確認してみましょう。出ましたね。では次にイグニッション、起動する方の方に移りたいと思います。そちらと同じくですね、1個出しているため、本当はここにトーチ使ったりして上げていきたいんですけれども、こちらの、ね、回路と混線してしまうので1回下に出します。パワーがね来ているブロック、ボタンを押した時パワーが出るブロックの下に、パウダーを置いてあげてください。パウダーを置いたら、リピーターで切り出して、次のブロックに伝えます。あら、でそしたらですね、今度はトーチタワーと言われるね、トーチの上にブロック、トーチの上にブロックという形で上に回路を伸ばしていきます。リピーターの次のブロックの横にね、トーチを置いていただいて、その上にブロックで、もう一個トーチですか、ここオフになってることを確認してください。でトーチの上にブロック、大丈夫ですか、ここまで、そこまで来たら、今置いていただいたブロックの上にパウダーを置いていただいて、パウダーの横に、横から見るとディスペンサーの横ですねに階段状に置いていただいて、ここからはつなぎ方はまあどうでもいいんですけれども、見た目がすっきりするようにリピーターでつなげます。リピーターを使ってこのブロックまで、来た信号を拾って、
で最後にディスペンサーの横にブロックを置いて、これで終わりです。ちゃんと動くかどうか確認してみましょう。ボタンを押すとイグニッション、こっちのボタンを押すと水が出て消えるという簡単な機構になっております。では次にですね、オブシディアン、違う、ごめんなさい、黒曜石が丸裸になっている状態の方も、簡単にご紹介しておきたいと思います。使う回路は全く同じなんですけども、つなぎ方がちょっと、シンプルにできるかなと思いまして、こちらの方も紹介していきたいと思います。左側が、水が出る方で、右上がね、イグニッションというのは変わりません。ボタンの真後ろに、リピーターを今度は設置してあげてください。こんな感じですね。ですか？さっきはね、一回横に出しましたよね。ちょっとやっぱ幅があるんだよね。今回はリピーターで直接信号を切り出します。はい。で、そしたらですね、ここにモノステーブルサーキット、パルスショートナーを入れるんで、はい、スティッキーピストンの上にブロック、ここは、ただのピストンと砂でも構いません。ここまで、回路がつながってきてます。で、その信号をまたリピーターで切り出しちゃいましょう。はい。で、そしたらですね、リピーターで切り出した信号を次のブロックに伝えます。今置いていただいたブロックの上にレッドストーンパウダーで、ディスペンサーの真後ろにブロックを置いていただいて、これで、短いオンの信号をディスペンサーまでつなげることができました。今ボタンを押すと水がドバーって出ます。で、今度はオンに、ごめんなさい、ディスペンサーをオフにする機構をね、遅延させて、送りたいと思います。最初にね、なんていうのかな、モノステーブルサーキットでピストンの次に置いていただいたリピーターの横にブロック、いいですか？で、そしたらですね、ここのブロックまで今パワーがつながっている状態なので、そこからパワーを頂戴して上につなげていきます。リピーターで伸ばして階段状に上げて次のブロックに伝えます。そしたらですね、今置いていただいたブロックの上にパウダーで、ここちょっと置きづらいですけれども、シフトキーを押していただいて、リピーターの上にブロック、大丈夫ですか？で、このブロックまで今つながってますので、それを、リピーターで切り出して、最後に、ディスペンサーの上にブロックを置いて終了となります。向こうの、ね、サーキット、回路では信号をこちらの方で、ね、遅延させましたけれども、今回ね、2個のリピーターを使っているので、あ、ごめんなさい、ここ色違うね、2個のリピーターを使っていますので、2遅延となってます。先ほどお伝えした通り、リピーターを置いた時点で1遅延となってますので、1プラス1で2遅延になっているというご理解でお願いいたします。そしたらですね、水が出て閉じるという機能は終了です。で、次はね、イグニッションの方に移りたいと思います。これはもっと簡単で、ただ、ボタンのつけていただいたブロックの上に、横にトーチを置いていただいて、その上にブロック、トーチタワーですね、またで、トーチを置いて反転させて、最後にブロックをディスペンサーの横に置いてあげてください。これで、イグニッションは完成です。イエーイ。で、こちらの方を押すとキュルという、なんともシンプルな構成になっております。なので、わからないところがありましたら、動画を止めながら、作ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。